ベルテ・ホーラ・ファン・ローテンは、オランダの植物画家である。1863年から1864年に、出版された、ジャワ島の花と果実で知られる。オランダのバーヘ人間に、牧師の娘に生まれた。1938年に、スリナムのパラマリボで働く、裁判官のファン・ローテンと結婚した。植物愛好家で夫と、オランダ国外の植物を採集し、 標本をオランダの植物園に送った。1847年に夫と共に植物採集のためにジャワ島に渡るが、夫はそこで熱病で母した。生活のために植物画家の道を選んだ。40枚のジャワ島の植物の多色リトグラフ画の原画を描いた。出版は困難であったが、オランダ国王ウィレム3世の王妃。 ゾフィー・ホン・ビュルテンベルクの支援で出版された。バタビアで没した。ホーラ万能点は、植物の学名で命名者を示す場合にベルテ・ホーラ、万能点を示すのに使われる。ありがとうございます。